はい。皆さん、こんにちは。非常識な営コンサルタント、高橋隆子です。本日のテーマは、新しいノウハウばかりを追いかけてませんか成功の鍵は、過去の再現性ということでお伝えしていきたいと思います。えっ、ー、と、やはりですね、うんと、いろいろこう、時代の 潮目が変わるときって、えー、例えば過去にやってきたこととかが通用しなくなったりとか、えー、自然と自分が見過ごしているがゆえにうまくいかなくなっちゃってることとかっていうのがあるんですけれども、えー、そんなときにですね新しいノウハウばかりを追いかけていると本質的なものを見失ってしまうことが多いのでまあその基礎を 見ましょう基礎に立ち返りましょうっていうその土台があった上での新しい知識の上乗せっていうのはとても大事なことになりますので今日はねそんなお話をしていきたいというふうに思っておりますはいでは本題に入っていきたいと思います、えっと、この話をしようと思ったのは、えー、具体的な話が実際にあったからです で、私のクライアントさんと、まあ日々セッションを繰り返しているわけなんですけれども、うんと、前に、例えばそうですね、じゃあ半年以上前に、こういう集客の方法をやったら、例えばじゃあ10人来たっていう感じなのに、今回、まあ直近で2週間前とかね、集客をしたら1人しか来なかったと。で、その、 な,なんでそういうふうになっているのかっていうことのご自身の分析とあとはまあそれに対しての私のコメントとあとはじゃあ今後どうしていくべきなのかっていうのを、まあ、ヒントをお渡しする都合がありますのでそんな話をさせていただいたんですよ。でその時に、あのーまあ、こ,この方だけじゃなくて他の方ともお話をよくするときにいつも思うんですけれども あの過去にうまくいった時のデータって持ってますかっていう話なんですよ。えー、つまり持ってるかというふうに言うということは悪くなった時に過去良かった時にどういうことをやってたかっていうデータを見たいんですよね。そうすると毎,毎回ちゃんとデータ取ってないと戻ることができないんですよ。 まあ、コンピューターでいうとバックアップが、まあ、自動バックアップ、ね、やってくれてるじゃないですか、まあ、あれを月に1回でもいいので、まあ、手動でバックアップをするつまり特にうまくいっている時って、えー、これは女性に多い傾向なんですけれどもわーいっていう感情の喜びに任せてしまってうまくいっている要因の分析ってあんまりしない方が多いと思っています。 で、結果として悪くなった時に悪いことの分析は一生懸命しようとするんですよ。これが悪いのかもしれない。まあ、大体真っ先にやり玉に上がるのは価格なんですけどね。でも実はそうじゃないケースが、あの、探っていくととても多いんですけれどもね。で、うーんと、からその、どういう状態だったかっていうのを思い出してもらうために、私が、まあ、いくつか質問をしていくわけなんですよ。 まあ、その方その方の状況に合わせて質問する内容とかも変わる時があるんですが、まあ、要はうまくいってたわけですよね。半年以上前に。その、まあ、10人っていうね、うん、人数が集まったと。で、じゃあ、最初に聞いたのが、その10人っていうのは、まあ、どういう由来だったのかっていう話なんですよ。どういう由来だったかっていうのが、自力で、例えば関係性ができていて、 LINE なのか、メルマガなのか、インスタなのか、Facebook なのか、Twitter、まあ、なのか、何でもいいんですけれども、そこに発信をしてドバッと来てるのか、あとは誰かの紹介とか、まあ、どこかの、ね、グループに所属していて、そこで何か登壇の機会とか、しゃべる機会があったから、うん、知ってもらえたから増えたとか、でその、なぜそうだったのかっていうところを、まずは、 そこから先またいろいろ考える必要はあるのでね。でその時に一つ分かったのがその自力での自分がコミュニティを持っていてそこに集客をかけて集客をしたっていうことではなくてその、えー、あるその知り合いの、ね、方のなんかそういうまあ興味がありそうな人々がいそうな団体の中で まあお話をしたっていうことがきっかけだったんだっていうことをその方思い出したんですよ。で、じゃあなんで今回それができてないのかっていうと、そこの活動を控えたからなんです。まあ、めちゃくちゃ時間を取られるっていうことで、控えていたから、そういう機会がなかったから露出機会が減って知ってもらえる機会がなかった。だから、まず決定的に変わっていたのが、まあ、そこで、あの、話したか話してないかとか、 そういう紹介の輪が広がったかどうかっていうところがまずはあのあったっていうことだったんですよ。そうするとあの単純に、まあ、自分の手元で狂ってきてるっていうかうまくいかなくなってきてる時っていうのは例えば登録人数ですね新規の方の登録人数がどれぐらい増えているのか見てもらえる方がどれぐらい増えているのか月に例えば今まで20人30人って増えてたのがここ 5人とか3人とかになってるっていうとまあ増えてないっていうことは投稿が面白くないのかあとは自分が頻度を減らしてるのか減らしてるとか減っちゃってるのかっていうのとかその数字の分析も当然出てくるわけですよねだから結局古い人で買わない人がずっと自分の手元にいる場合には 数字が一見大きく見えていても、買わない人がそこにずっといるだけになっている場合に、硬直状態なんですけどね。で、これが結果として、その時に買わない可能性あるんですよあの。大事に育ててていいんですよ、コミュニティは。だけれども、その先になったら買うかもしれない人たち。まあ、ずっと買わないかもしれませんけどね。だから、あの言ったのが、えっと、もしそちらの方のね、まあ じゃあ、まず、そこをね、うん、時間を割かないと紹介してもらえないというのは、自力でどうにかしなきゃいけないわけじゃないですか。まあ、もちろんそこに行って、あの、捕まえに行くっていうのでもいいんですけど、やはり私がお勧めしているのは、誰かのコミュニティに頼りすぎとか、うん、誰かの紹介に頼りすぎ、それはエクストラボーナスで考えた方がいいっていうのは基本私伝えてるんですよ。自力で集める力を持った上でエクストラがいい。 と思っているので自力の力の、えー、ルーティーンとか、あとは成功法則ですね、それを知っておく必要があるから、ま,あ、まずその傾向を見ていかなくちゃいけない。じゃあ対策どうするんですかっていう話なんですけど、えー、今までじゃあ22、32が当たり前のようにやってきた。でちょっと自分サボっちゃってるから、えー、登録人数が増えなかった。っていう状態になると、露出度を上げれば、えー、これは可能性の問題です。 新規の人と出会うことができて、新しいその情報を流せば反応してくれる人がいるかもしれないじゃないですか。だから、やるべきことの内容が1個ですよね。あとは発信の内容が面白くないか、飽きてきちゃってるからっていうこともあるから、発信どういうのが良かったんだろうっていうことで、えー、クリック率とか見られてる内容、まあ LINE とかそういうのも見れますからね、どういうものが見られてるのか。まあ私はあの動画の再生回数とか見ながら、 どういう話題がみんな好きなのかなって言って、まあそれに合わせてお話をしてい,いるんですけれどもね。あの、やっぱりこう、私のキャラクターっていうのがあるので、ちょっとドッキリするような、あなた大丈夫ですかみたいなような内容を喋ってる動画は、私のことですって皆さん思いながら聞いてくださるので、で、しかもそれっていうのが、私のクライアントさんに、 生々しくお話ししていることなので、うん、身につまされるはずなんですよ。で、そういうものがやっぱり再生回数が多いから、あそういう話が皆さん聞きたいんだなと思って、そちらに寄せてね、お話をしているんですけれども、まあちょっと今脱線しましたけどね。そう、だから、あの、その、え、自分がやってる活動量が減ってれば、当然その比例して、 申し込み確率が減るものがあるし、環境が変わる状態で勝負しちゃってるんだったら、それこそゼロでもおかしくないしとか、あとは人数そんなに変わらなくても、じゃあ、なんで申し込みされないのか、タイミングが合わない人がいっぱいいるということもあるし、硬直状態になっちゃってるからということもあり得るし、あとはあのリストのリフレッシュっていう言葉もね、その方に伝えたんですけども、リフレッシュっていうのが、じゃあ、例えば1000人いたとするじゃないですか。 で、千人っていう人数の価値が変わらなかったとしても、あの、例えばすごい昔に集めるために必死に集めた方もその中にいたとするじゃないですか。で、私、あの、基本、ま、いろいろな指導の仕方はあるんですよ。LINE はブロックされない方がいいって言って。で、私は、そこは、うん、まあ、 あまりにもね、一回発信したら10人20人ブロックされるのはやばいよねって思いますけど、まあ一配信1人から3人レベルはまあ普通じゃないですかって個人的には思ってます。LINE コンサルタントの方とか違うことをお伝えする方もいるので、これはあくまでも私の個人の見解だと思って聞いてください。で、そのじゃ解除する人、どういう瞬間に解除するかっていうと、 えっと、普段、例えば、お役立ち情報とかやってるじゃないですか。で、その時に、たまたま告知をすると解除するタイプの人っているんですよ。もともとテーマは決めてやってますよ。教室用のお役立ち情報って、もちろん、その講座が興味がないから、もうこんな情報いらんよって解除する人いるとするじゃないですか。で、この人って、そのレベルでですね、解除するっていうことは、しかもその先、 えっと、その人にとってもしかして有益だったかもしれない情報も聞けなくなることとリスクもセットしても聞きたくないっていう人なんだから、もうね、あなたのサービス買いたくない人で確定で大丈夫なんですよ。うん。そう、そういうレベルだったらね。そうすると減っていただけるじゃないですか。そうすると本当の現実的な自分の力の数字がわかります。だから変な話、月にじゃあ15人減るってわかっちゃう。例えば、そうだな。じゃあ2人。 二人解除されるとしましょう。一投稿すると、それがどんな投稿でも、プライベートなドろうが、お役立ち情報だろうが、告知系だろうとか、なんだろうが、とにかく、毎回一人から二人とか三人とか解除されるとしましょう。二、2解除されるっていう平均値が出てたとするじゃないですか。もちろんゼロの時とかもあると思うけど、一応計算上です。で、えっと、私の場合とか、例えば月、えっと、カーキンの2回週に回ってことは、最低8回は、 あの、上げてるわけですよ。で、プロモーションかけるときにはもっと上げるときあります。そうすると、2×8 だから16人、月に減るかもしれない前提があるんですよ。そうすると、私、最低でも月に16人以上を増やせば、トントンなわけじゃないですか。だけど、ここに注目してほしいのは、増えてないよねっていう数に注目するんじゃなくて、その反応してやめた人じゃない、新規の人がまた入ってる、 変わらない数字っていうここがポイントなんですよ。ということはもう買わないであろう人がいなくなっていてで、買うかもしれない人が入ってるわけですよ。ということはリストと呼ばれるその集まってるコミュニティとか団体の質が自分よりにだんだんカスタマイズされてってる可能性が高いんですよ。これを繰り返していると。で逆に解除怖いからといってじゃあ月に1回とか2回しか発信しない人もいるんですけど あの忘れられてるしあの何にも興味示さないですよだからえー、っといい人はもちろん居続けてくれるしいまいちって思う人はいなくなってもらって大丈夫なんですよ。その代わり数が減ってるから増やすっていうことはキャンペーンでやるのか地道に増やしていくのか私は主にセミナーとかのね あの、どこかで喋った時のセミナーの何か回答とかプレゼントをするような時に登録と一緒に大体セットにしていること多いんですけれども、まあ、あの、どういうふわし方をするか皆さんの自由なんですが、リストのリフレッシュですね。これをしてない限りは、えー、怖いと言って発信をしなくて、ブロックはされてないですよで。されてないけど質が悪い状態なんですよ。あの、ど,どうでもいい。 ようなな人たちがそここににいることになっちゃうから反応してくれる人で残ってくれる人がそこにいるっていうことの方が価値があります。なので私は定期的にリストのリフレッシュをしてるからブロック率は高い方かもしれません。もしかしたら。だけれども、濃い人が多い確率っていうかね、多い感覚があります。なので、LINE もね、どういう使い方をするかとか、ただメルマガとかはあの興味がなければ開かない。 ですよ。んだから、まあ、ご、ごみになっちゃったりとかで、ね、するのかもしれないですけど、まあ、メルマガとかは特にタイトル命っていうところはあるんですが、その代わり、メルマガは到達、まあ、ご本人がアドレス変えちゃったりとかっていうのはありますけれども、まあ、到達してない可能性、見られてない可能性、つまりタイトルが興味なければ、クリックしないと開封しませんから、そういう感覚から言うと、メルマガはほとんど解除されません。はい。 開けた人だけが見れるだから、LINE の方が届いちゃうから、より解除率は何これって思ったら解除されちゃうけれども、まあ、それでいいと思っているんですよ。だから、その方に言ったのは、リストのリフレッシュはしてますかって言ったら、いや、あの解除が怖くて、月に1回とか2回とかめっちゃ少なく配信してましたって言ったから、あのー、なんか、 ね、お友達だからって仕方なく登録した人がそこにいたとしたらその人買わない人なので人数にカウントしちゃいけないのに何か人数があることになっちゃってるっていうこの中身が正しく運用できてるかどうかっていうのも結構大事なんですよ。なのであのうまくいってる時っていってる要因をその当時に分析ができてればもちろん一番いいです。 それが自分で分析できる人は自分で分析して、コンサルタントの目線とかで、まあ、誰かね、雇ってる人がいるようだったら、その方にうまくいってる要因とかの時にも一緒に見てもらっといた方がいいです。なぜならば、あの、必ず悪くなるような時って来るからです。 時系率で。あとは、えー、っと、世の中の情勢とか環境が変わったりとか、その自分がターゲットにしてる人たちが一気に減っちゃうような事情があって、えー、買わない人々に変わってしまったりとか、そういう事情とかっていうのもあったりするので、あの、ここ,こね、結構ポイントなんですよ。そうすると、あの、皆さんがよくやりがちな行動が、えー、っと、減りました。 えー、今なんかじゃあそれこそ、ね、新しいツールを使った集客法が出たとかってねよくやるじゃないですか習いに行きます試しますそれでも増えない申し込みも入らないあまたなんか新しい集客方法がある学びに行く試すまあ試すだけマシですけどね試さない方も結構多いから習ってなんかあのその場しのぎの精神安定剤的にセミナー使ってる方いるんですけど。 試,試,試,試してみないとダメですからね。でも試してうまくいかないんです。なぜなのか。それは、成功の時に、うまくいっている時に分析している内容と今の状態がどう変わっているか分かった上で新しいことを投入する分にはいいんです。だけど分かんないでやってると課題が見えてなくてあの新しいことを投入しちゃうから根本的に間違ってたりずれてたりしてもすることがあった時に あの聞かないんですよそのがだからツールが悪いとかじゃなくて原因が分かってないともっと単純にあの原因さえ分かればうまくいっちゃう可能性だってあるんですよだからあの私が彼女に言ったのはあ,のだからある意味当たり前って言ったんですよその紹介の団体にいれば紹介してもらえただけど時間がめちゃくちゃ取られるからやめた時間の時間は浮いてるわけじゃないですか その時に自力を身につけるべきなんですよ。紹介し合うの悪いとは言わないです。言わないんだけれども、その結局、時間ってお金ですからね。はい。あとは、えっと、自分で人を集める力が身につかないんですよ。だからプラスアルファで考えてっていうふうによく言ってるのは、そういうことなんです。 なので、あのー、まずは一つはその自力で集めるところでね考えたときにやり方が違ってたから少なくて当然なんだよってまず現状把握です次に LINE とかそういうい自分のリストのリフレッシュしてるかしてないかしてないとなったらそれは申し込まれない確率高いかもねということになります。はい あと、リフレッシュもいろいろとずれていったりとかね、するときとかありますからね、発信の内容とか状況とかによって。うん。だから、あの、そこのところは人によってどこまでね、リフレッシュしていくか。だから、発信の数を減らしてブロックされないって、あんまり意味がないと思ってて、いや、いらない人はい,いらないで大丈夫なんですよ。 あの、欲しい人にちゃんと話をして届けばいいということなんで。だから価値があると思えば別にその告知が来ようがスルーしてればいいだけなので、あの、ね、私ももちろんいろんな LINE 見てますけれども、必要な時だけ反応してるので、普段そこ必要ないなと思えば別に見てないだけなんで。その代わり、たまに出す本当に本当にお得な情報の時もスルーしちゃって見逃しちゃうことになることとかね、あるんですけれどもね。 はい、なのでその、自分の過去でうまくいったところの状態を把握した上で再トライということですね、だから発信の数が少ないよねっていうのとあの、そもそも反応する人が少ないような状態で発信してるんじゃないですか、だからもう1回リニューアル、仕切り直ししてやった方がいいっていうのが答えになっちゃったんですよ、その時は。 なので、あの、新しいツール私も教えてます。新しいツールは教えているんですが、その根本にある、うまくいってた時といかなかった時の状況の解析と分析を間違えると、打ち手を間違えますよ、という、そういう話。だから、集客できてないんじゃなくて、そう、そうできなくて、 できない状態になっちゃったのはある意味当然っていうふうに私言ったんですよ。だから、それを把握した上でこれから頑張ればいいっていうことなんです。だから、うまくいかなくなっちゃったんじゃなくて、うまくいっちゃってたのは他力だったんだっていうことに気づくっていうことが今回の場合テーマだったんです。なので、あの、そこを誤解しない方がいいですよということで、過去の状況をきちんと分析しましょうっていうのが今回のお話でした。はい。 ということでまとめていきます。新しいノウハウばかりを追いかけていませんか成功の鍵は過去の再現性ということで、過去のデータを、だから普段から取っている必要があります。データをきちんと分析解析して、今の状態はなるべくしてなったのか、何か事故があってそんなことになっちゃってるのかを正しく分析して、いい状態をもう一回再現してみる。っていうことからまずスタートする方が、 課題解決の部分では早くうまくいくんじゃないかなというふうに思っておりますので、ぜひ参考にしてみてください。それでは。